はい、どうも皆さん、こんにちは。横尾マークスーです。本日はですね、前回買ったもの紹介というか、あれで紹介しました、加藤の EH200 量産型。こちら開封していきましょう。本当に嬉しいんですよね。今度僕、多機をね、また買おうと思ってます。それで、まあ、多機に合う車両っつったら、こいつですよね、やっぱり。こいつなんですよ、一番。まあ、EF64 も合うんですけど、僕としてはこいつとは多機なイメージ。呼吸を敬遠するよりも多機、やっぱこいつは、と思って買っちゃいました。はい、ということでね、開封していきましょう。やっぱ一応2両というかあれなので、でかいですね。僕ね、金太郎とブルーサンダーどっちが好きって言われたら、昔はね、もちろんっていうか金太郎だったんですよ、僕。だったんですけど、最近はもう、こいつ見る機会ほんと多くなったので、なぜかこっちが好きですね。色も、昔はそれほど好きじゃなかったんですけど、最近はほんと好きです。おー、いいですね。で、ナンバープレートの方はですね、ついておりません。ナンバープレートというか、車番は、まだ決めてませんが。ちなみにこれ、こう2両ここでね、繋がっているので、こう、取り出すときはちょっと注意した方がいいと思います。僕も今からちょっと注意して開けないとね、悲惨なことになりますから。どうやってやればいいんだろう。これを、こういうの苦手でね。おー、怖っ。ちなみにブルーサンダー、こちらのね、あ、怖い怖い怖い。ちなみにブルーサンダーの方は、グリーンボックスさんの方でレンタル、まあやってて、その時に一度お借りしたことがあって、まあ、どんなものかっていうのは、見ておりますから、はい、初めてではありません。ではですね、ちょっと車両見ていきたいんですけど、ちょっと連結面がちょっと怖いので慎重に扱いましょう。はい、台車がねこういう感じで多いですね。ちょっと怖いっすね。まだちょっとナンバープレートがないんであれなんですけど、いいっすね。こっちは紹介しなくていいか。おー、怖いな。ちなみに、パンタグラフは、こんな感じです。シングルアームパンタ。ちょっと怖いけど。はい。こんな感じですかね。今日はブルーサンダーの、紹介開封でございました。